俺は1年後に家が潰れる人、大学生の時に始めた事業を続けられなくなった俺はテナントから追い出されることになった。俺は運よく家賃ゼロの家を借りることができたが、1年後に壊すという条件付きの物件だった。時刻は午前3時15分ですね。今帰ってきました。友達と曲を作って配信をして帰ってきました。8時半から田植えなんですよ。寝ないといけないので、これから4時間5時間ぐらい寝て8時半から田植えに行って午後バイトって感じですね。時刻は2時35分です。ここからバイトに行こうと思います。おはようございます。ミーティングしてきました。なんかめっちゃ不安なんだけど、マジ不安だし、お腹痛いしさ、どうなっちゃうんだろうみたいな。いい話もあって悪い話もあるみたいな。チャンスでも捉えられるなと思うわけよ。捉え方によっちゃそうじゃん。今やりたい、本当にやりたいことが自分が理想とするものとなんかちょっと違うんじゃないかなって思う節ももちろんあるんだけど、それをするためにもっと他にいろんなことできるよねみたいな感じもあると思うから、もう一回今一度精査して考えなきゃなって思います。腹、トイレ痛くて入ったらバイト遅れそう、やばい。マジ腹痛くてさ、遅刻するんじゃないかと思って、まあ、遅刻したんだけど土砂降りだし、めっちゃしんどかった。びしょ濡れだよマジで。今ちょうど雨が止みましたので帰宅します。やばくない？大家さんから今とんかつの差し入れをいただきました。嬉しい。マスク取ろうね。しかもさ、大家さんの料理ってマジでうまいの。見て、とんかつにポン酢がかかってるだけでも美味しい確定してるけどさ、俺の大好きなさ、トマト入ってるのやばくない？めっちゃ嬉しいんだけど。いただきます。美味しいの確定演出しちゃってるので早速食べたいと思います。いただきます。こちら断面図でございますみたいな感じで、いただきます。うまっ、うまっ。トマトです。トマトマジうめえ。ありがとうございます。8時から何回かラジオ配信をしてみました。来てくれた人もいたけどなかなか来なかったって感じ。そうで、今日は子供が連絡から来たので9時にお家を開けて15時までで、15時からお仕事って感じですね。あとは今日午後うちの我が家が使われるので、それの準備しないといけないなっていう感じですかね。今日も一日頑張ります。やっぱ全コリ。今日は鶏皮ネギ炒めとご飯です。いただきます。ちょっと焼肉のタレとニンニクで味付けしました。んー、 YouTube の登録者数がさ100人いきそうなんだけど、半年100人で少なくない？もうちょっと頑張れたと思うんだよね。なんかこう加速できるような、そういう動画をね作れたらいいなって思うんだけどね、なかなか難しいよな。でもその朝もいますよっていう、うん、あ、そっか、便利だからな、そっか。8時です。これからバイトのミーティングです。もうあれ、これあれができるっぽい。大丈夫、できるよ。あ、全部入れて溶けちゃうんだよね、氷。